はいよろしくお願いいたします。では、ですね、えっと、こちらのタイトルで発表させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。実際の,あの失敗体験とですね実際の解決手法の方を解説していきまして、えー、画像をですねデータベースに入れる際のですね、まあ、メリット、デメリットでです、ね、話していきまして、適切に画像を扱う方法をお話ししていきたいと思います。ははい今日話すすることこととの5点ですまずは自己紹介をさらっと はい、イノベータージャパンから来ましたミ、まあ、宮と申します Twitter ではマミーというふうに活動しています去年1年ですねマインスケール趣味にしてまして今年は DNS とネットワークを趣味にしてたりします、はい、ところで皆さんここに来られてるってことはですねあの画像 RDB に入れたことをまたはですねそのようなプロジェクトの経験ある人いますでしょうかうわめっちゃいる <laughs> あめっちゃいるありがとうございますあのこの後すごい話しやすくて助かります 闇をを見た人がいっぱいいるっっぱるとでちょっと親しみを覚えます、はい、もちろん僕もあるわけですね。はい、で例えばですね賃貸管理システムの物件画像を全部空ムに入れるとかですね、はい、これ実際ありましてトラブルいましてこれがつらいっていう話でですね本当につらかったのでその実際のトラブル事例と解決方法をお話ししていきたいと思います、まあ、こんな画面皆さん見たことあるかと思いますこれあの切って貼ったのでいろんなやつなんですけど、はい、あのこの物件の詳細の画像があって30枚とか。 はい画像があるやつですねはいでこれ、当時僕が扱ってたのはデータベースから全部セレクトして表示するというような感じになってましてはい20枚とか30枚とかあるわけですね、こういうのを運用していたらですね突然のお客様からの問い合わせがあるわけでまあ嫌な予感しかしませんねというところではいなんかアップロードしたら画面真っ白になるんですけどって、それはなるわなって話なんですけれどもはいとりあえずあのキャプチャー見たいんでキャプチャー送ってもらってもいいですかって話をしたらですねまあ真っ白になってますと。 まあ当時の画面はこんな風になってなくて、これ、僕が作ったあの画像なんで、ステータスコードとか出てますけども、本当に真っ白の画像がポンと送られてきて、おうってなって、タイムアウトしとるやんけという話になって、ですね、じゃあ、実際に何が起きてるのかっていうことをですね見ていくわけなんです、ヒアリングしていくわけなんですけれども、大きなサイズの画像をまずアップロードしてましたと、デジカメからそのまんまとかですね、あと複数枚をこういっぺんにドーンんと上げると、20枚、30枚とかですね。 であとは繁忙期、不動産って、えっと、年度末から5月ぐらいまで繁忙期あるんですけども、その時に一気にどんと集中したというのがありました、さばああききれてないわ、これと思ってですね、さてですね、テーブル構成でも見るかと、あの当時これ、途中引き継いだシステムだったので、僕はあのデータ設計してなかったんですね、なのでどうな,んなってんのかなと思って、ボンって見るんですね、なんやねんと、一,一画面に収まらないやんけ。 んんっってなってなちゃんと見るわけですね7分の1って書いてるとこで分かるんですけども7分の234567と、はい、これあのマ,ジマジですマジですまじこんなになってましたはいでここにマイナリーデータの保存用カラムがあってですね、はい、何と画像全部 RDM にあるんですよみたいなですね震え声がとと当時、はい、あって大きな画像30枚のサムネイル30枚みたいな構成になってましたで普通この運用にならないと思うんですけども実際のところどんな開発だったのかっていうのをヒアリングしまして 開発,開発環境はまあこんな感じで、すね開発者はまあマックス数人から10人とかだと思うんですね、そうするとまああの普通に書き込んで、レスポンス書いてきて表示されて、うん、大丈夫ってなるんですけども、実際こうですと、はい、こうなると当然のことながらネットワークが逼っ迫して、まあ、プロセス待ち続けて、タイムアウトになりますよねっていう普通の、普通の状態が起きていたという、普通じゃないんですけど、はい、起きてましたと、で実際ですね、あの運用を全く想定していなくて、ですねそもそもこんな。 え大きな画像アップしないだろうとか、いっぺんにやらないだろうとかですね、大勢でやらないだろうとか、容量はすぐあふれないだろうとか、上昇化しなくていいだろうとか、困ったらスケールアップすればいいだろうという、だろう運用だらけだったというのがあって、運用設計一切していませんでしたと、やっぱり画像を大量にこう扱うっていうのが最初から分かっているので、こういう運用設計というのは真っ先にしなきゃいけないものだったんですけども、していなかった。とはいえ、ト,トラブってる最中ですということで、どうやって解決していくかということをお話ししていきたいと思います。 実際です、ね、この4つ、まずやりました。まあ、しょっぱなですね、まずダウンさせないためにですね、データ量とユーザー数の制限をして、監視しますと。で、ある程度、さばけるようにした上えで、やっていくんですけど、この上の3つだけじゃ全然根本解決にはならんので、この4番目のですね、データベース処理を改善するということで、根本解決をしていきます。はい、では、それまでの道のりになるんですけれども、この3つ、えっと、順番にやっていきました。はい、まず1番目ですね 画像をデータベースから切り離すということをしていきます。まあ、これはちょっと準備ですね。まずあの画像のファイル名というのをテーブルに保存しなきゃいけないので、そのテーブルを用意しますと。で次にですね、RDB 以外に画像を保存する処理というのを追加していきます。これちょっと詳しく2番目の方で話します。でですね、ファイル名を実際、RDB に保存する処理を追加しますと。 現在だったら AWS とかだと S3 とクラウドフロントとか使うのかなというイメージがするんですが、はい、当時はそういうのなかったですと。でこれによってです、ね、あの画像の新規登録と変更に関しては、えっと、RDB 以外に配置するための準備ができたことになります。で準備ができたので次に、ね、RDB へのバイ,ナルバイナリの登録処理の廃止を行っていきます。はい、まず画像の保存ルール,ルールを決めるわけですね。あの と店舗 ID とか物件 ID とかでその下にいろんな画像を入れるとかですねはいで次にですねメンテナンス時間を設けますやっぱりデータベースの更新っていうのは完全に止めてから処理の切り替えをしたいので止めていきますとで次にですね登録していた処理を完全に廃止しますとこれをやることによってですねまず RDBA の画像の増加が完全に停止できることになりますこの時点で、えっと、例えば先ほど起きてたタイムアウトとか書き込み遅延とかそういうやつが一旦 食い止めることはできました、はい、で3番目、ですね、えっと、完全移行しなきゃいけないということで、既存のレコードにはまだ画像が入ってます、入っているので、まあ、このような手順で、えー、全部移行していくわけですね。バッチでストレージにどんどん,どん,どん移しつつ、とはいえ時間がかかるので、ストレージになければ RDB から読む処理を入れつつ、あとは、まあ、ある程度時間が計測で可能なので、それを計算しておく。はい でスケジューリングするわけなんですけれども、これを行うことによって、計画的に画像を完全に移行ができますと、あと,、まあえーと、先ほど制限、あの接続制限とかしていたって話があったので、いつになったら、フルフルで安心して使えるんだみたいな話をお客さんにもできるみたいなところがあります。はい、で、ここまで解決を進めていったわけなんですけれども、それまでに分かったこと、えー、とちょっと当たり前のことも含むんですが、まとめたいと思います。ままずですね、費用と費用が膨大にかかりました。 各種調整とかですね、実装とかですねメンテナンスとかですね、切り替えとか移行とかですね、やっぱり人件費以外にめっちゃ費用と期間がかかりましたと。次にですね、サービスが停止するっていうインパクトが多分一番でかいやつがありまして、一応計画的に停止して夜中に実行みたいなことをするんですけれども、やっぱりお客さんに対してのインパクトは大きかったですと。運用後で失敗が許されないというのがあって、これが一番しんどかったんですけども。 不動産サイトってです、ね、地元の不動産屋さんがあの大手のフランチャイズで経営していることがほとんどで扱っているその物件、やっぱり自分のお店の物件なんですね、なので、直接その収入が直接そのお店に入ってくるということで、システムが使えなくてなくな,なくなって決済ができないとか、更新ができないとか、あと申し込みが受け付けられないとかってなると、本当、命がけのクレームが来るので、これが一番しんどかったです。はい、生活できないぞみたいなやつですね、はいで。当然のことながら信用が失墜するということが言えますと。 とはいえです、ねまあ、解決していっ,てったんですけどやったからこそ糧にしようということで、えー、メリット、デメリットを話していきたいと思います。はい、メリットですね、まあ、ここまで言っておきながらメリット、これぐらい挙げられます。はい、まず1発目なんですけどもトランジャクションの恩恵を受けられるとそれによってファントムファイルの回避が可能になっていきます、はいまあ、ロールバック1発ではなかったことにできるというところですね。 まあ普通の,あのファイルのアップロードって、例えばファイルを保存して、アップロードしたものを保存して、データベースに保存する、更新するということをすると思うんですけども、このデータベースの更新のところで,で、こけちゃう、こけちゃった後こういらなくなったファイルを適切に消せなかったなんてなると、システムが感知できないファントムファイルになるわけなんですけども、それをトランザクションを使うことで、一発でなかったことにできるので、トランザクション便利ですねというメリットです。 次ですね、えっと、暗号化とセキュリティということで、非常に繊細な画像って世の中に結構ありまして、その最たるものがカルテに添付するような画像などが挙げられると思います。例えばですね、えっと、写真とかですね、起用歴っていって、今までどんな症状があったのかとかですね、あとは、まあ、何かの証明書とか、あと持参したメモとかですね、テキスト化が難しくって、まあ、添付したいものっていうようなものが、超重要な個人情報とかあるわけですね。そういういのはですね、暗号化とかセキュアに 取り扱うことととによって、えー、メリットと言えるのかなとただこれ結構ですね要件が特殊でしかもその特殊な要件が絶対的に守られなきゃいけないみたいな状況の時だとは思うのでそういう時にはメリットかなというふうに言えると思いますで次ですねちょっとあのメリットとして弱い部分もあるんですけれどもバックアップの集約性ということで、えー、とデータベースのバックアップするとともに画像が入っているので画像も一緒にバックアップされるわけですね。 でこれによってあの環境構築が楽になりますというのがあって、どういうときかというと、例えばあの自社開発の CMS とかパッケージとか、必要画像がそこの中に全部含まれていて、入れるだけで動いちゃうというようなときに言えるのかなというところはありますま。ちょっとレアケースかもしれませんで。次、ですね、履歴の統合的な実装ということで、これ、たまにあるんですけど、たまによくある、よくはないけど。はい。<laughs> 画像の更新履歴を取りたいとか、ですねあの画像のバージョン管理をしたいっていう要件がたまにあるんですね、イントラの例えば誰がいつ何を更新したのかみたいなのやつを全部取りたいとかっていうのが実際ありまして、これ自前で実装するの本当にしんどいんですね、しんどいので、こういうのはまああのパフォーマンスとのトレードオフなんですけれども、パフォーマンス犠牲にしてもこの要件、マストだよなんていうときはえ使えるようなメリットかなと言えると思います。次デメリットなんですけれども この5つについて話していきたいと思います。まず1つ目ですね、一番最たるものかもしれませんが、パフォーマンスの低下があります。画像データをレコードに含むので,です、ね、やっぱり読み書きするデータの量が増えます増えると当然のことながら、ディスクの IO が遅くなって、パフォーマンスの低下につながりますと、はい。次ですね、データベースのストレージを圧迫します。想定を超えたデータの増加に大体になるんですね。やっっぱりり要件の追加だったり運用設計漏れで こう想定外の条件というのが出てきて、ですねそうするとまあストレージを圧迫するわけなんですけれども、ユーザーさんというのはやっぱりあの先ほどがあの管理画面から30枚ぐらい画像アップできるという話をしたと思うんですけれども、そこに30枚上げられる機能があれば使います、確実に使います、そんなに上げないだろうという予測は立てちゃだめで、やられるので、それをがっつりやられても耐えられるような設計をしなきゃいけないということが言えると思います。次にですね ネットワークを圧迫しまますすっていうのがありますね画像をデータベースから取得するんで、ネットワークに画像がガーっと流れますと、やっぱりウェブとデータベースの間のネットワークはかなり圧迫されるので、やっぱりレスポンスが低下するわけですね、はい、先ほどのトラブルのようにタイムアウトっていうところまでつながっていくということが言えると思います。 で次にです、ね、障害点の増加ということで画像更新処理、データベースに任すとううなると割とプログラム側の処理とか複雑になったりとかあのいらないクエリが発行されたりとか普通に考えるとっていうのがあってです、ね、余計なプログラム SQL を通すことになるのかなというふうに考えています。なので,です、ね、こういった場合はやっぱり障害点が増えるので、まあ、設計上の思想としてもです、ね、障害点は少なくしたいですねというところが言えるかなと思っております。で次ですね、えっと、これはおまけというか。 直接的なデメリットとは言えないかもしれないんですけども、えー、とデータベースに、えー、と画像を入れている場合って最終的に絶対分割したくなる場面が来ると思いますそういう時にやっぱり外のサーバーに出すわけなんですけどもやっぱり全レコード移行とかですねファイル名の追加なんていう,こう設計とか実装が新たに発生したりするかなと思います。 やっぱりそういうときってですねあの簡単に分割移動ってできないんですね、シュッとできるわけではなくて、やっぱり時間がかかっていくので、まあ、やっぱり設計と実装増えますし、コストもかかるということで、いいことないですねというのが言えるかなと思っています。はいはい、でここまでですね、あの実際のトラブルと解決、あとメリット、デメリットっていうのを話してきたんですけれども、まあ、何がベストなのかっていうのを、えっと、まとめていきたいと思います。はい、まずですね あのデータベースに画像を入れるっていう決断をするときはですね、やっぱり特殊な要件のときだけに使うというふうにしたいなというところですね、まあ、楽だから安易に突っ込まないとかいうところは,は、本当にちゃんと考えたほうがいいと思います。後で痛い目に合いますし、実際に合いました。はい、なので、特殊な要件の場合は、しっかり運用から設計した上で、覚悟を持って実装すべきかなというふうに思います。で次ですねパフフォーーマンスコスコトトののレードオフっていうのが 必ずありまして、やっぱり開発、運用とか要件とか、いろんなものをトレードオフしていくわけなんですけれども、やっぱりここもですねあのきちんと考えて、です、ね、覚悟を持って決断していって、えー、本当にこれでいいのっていうところを現状の自分たちが持っているコストも含めてですね考えていきたいというところが言えると思います。で次ででですすすねね、まあ、当たりり前なんですけども設計計と実装ししっかり計画てていてです、ねはいは 疑問とか何かこう起きたときにです、ね、それを絶対に放置しないで、こうその場で解決しながら進めていくっていうことが大事かなと、後でやろうとかって思って、思っても絶対やんないです、絶対やんないし、絶対やんなかったんで困りましたというのもあったんで、はい、で最後にです、ね、やっぱりデータベースの本来の責務っていうのはあると思います。 はい、プログラムの責務も当然あるんですけれども、RDB で画像を積極的に入れる場所はっけっていうのをそもそもちゃんと考えて、ですねプログラムとかデータとかの責務をちゃんと考えて設計していきたいものですということが言えると思います。はい、で最後にですね終わりにですね僕の気持ちを伝えて終わりたいと思うんですけれども、はい、システムサービスっていうのは、要件とリソースのトレードオフだと思っています。はい、なのでこう、要件、リソース、あちらこちら、どっちも立つわけではないんですけれども、 とはいえですねあのメリット、デメリット、特殊パターンというのをよく考えて、えっと、運用でですね致命的に困らないように、はい、運用を考えた設計をしましょうと、で最後にですねあのお約束のこのことは、データの,ータの寿命はですねアプリより長いぞということをお伝えして終わりたいと思います。ありがとうございました